藤浩平建築設計事務所の工藤です。今日はスタッフの宮崎くんと一緒に呼ばれてきたんですけど、なんか初めご説明いただいたときに、その市民が置かれてたとか話されてたけど、全然それが分かんなくて、まあ、自分たちどこまでやってるのかどうかみたいなの分かんなくて、本当にこれできるのみたいなことを聞いたんだけど、それはなんかこう市民の人たちが置いてったとか、まあ、使い方を考えるっていうことなんですよって言った時には、すごいいい活動だなっていうふうに印象を受けました。このパネルも見て、なんかオンデザインやってることはなんとなくこうメディアでしか分かってないけど、こう実際に説明を受けて、やっぱ設計事務所の領域はすごく超えて活動されてるんだなっていうのが、今日すごく改めて感じたことでした。で、なんか美術館も設計されてるって言ったけど、最初の公園整備、あくまでも公園整備の位置づけで一つ美術館があるっていう考え方も、なんかすごく今の現代的なこう公共の進め方としてはすごく素晴らしい街だし、の考え方もそうだし、設計者も一緒に取り組まれてるんだなっていうのが、なんか伝わってきました。僕もやっぱこういう敷地、なんか前職で担当したことあったんだけど、やっぱ分からないじゃないですか。設計するどっから手をつけたらいいか分からないと、その分からないことがやっぱ一番魅力なんじゃないかなっていうことがあって、なんかそれはなんかこう僕が最近ちょっと幼稚園の園庭作ったんだけど、子供たちがこう遊ぶ時にこうだと思ってても予想を超えて危険なことしたりとか、想像を超えるようなことしてて、まあそういう公園ってなんかそういうところなんだなと思って、それはなんかもうちょっとこう、いろんな人を巻き込んで、本当にわからないことを一緒考えていくよう な場所の魅力があるのかなっていうのは、今日話を聞いてみて感じたことでした。まあ、なんかさっきの公園となんかちょっと似てるような気もするんだけど、今僕自身もいろんな人と一緒にやろうとしたりとか、やったことないことをやろうとしてて、まあ、そういう気づきとか、なんか自分たちの学びなのかな、どんなかの建築的には別に新しいとかどうこうとかなくて、なんか建築家としてのその新しい気づきとか学びという意味で、まあ、いろんな人と学んで作るっていうことがすごく今の建築家にとって必要なことなのかもしれないなっていうのは、こういう展示を見てて思った。なんかこうちょっとカットされるかもしれないけど、さっきのその元々あった美術館がなくなったこともそうだし、ただ復活してこう作られてるってことも、なんかそのやっぱり一緒に形は変わってるけど、いろんな人を作り上げていくことの中で建築家がこうやっぱ成長してるから、今こういうプロセスで作れてるのかなっていうのはあるよね。それを乗り越えようとするというか、いろんな人とこう作ることによって建築家がさらにこう気づきと学びで乗り越えるというかっていう感じがしました。キッチンがあればいいなと思って、野外キッチンみたいな、そしたらなんかそこでご飯作れたらもうちょっと長く入れるとか、そういうなんかリビング、なんかその食べることだったりとかが、なんかやっぱすごく人間にとって一つ大事な行為だなと思ってて、だからそういうのがなんか本当に、なんかそのあずまいっていうか、バーベキュースペースっていうことよりじゃなくて、なんか普通にキッチンがみたいな。そういうのがなんか公園になんかこうあったら、そういうご飯食べたり作ったりとか、なんかそういうことをしてみたいなっていうことを今この場所を見て思いました。なんか奥まってるし、少しプライベートだから、なんかみんなで、まあ、キャンプじゃなくて、キッチンがいいみたいな、そういう感じ。まあキャンプでもいいんだけどさ、なんかそういう行為がなんか公園でもできたら、なんかもしかしたら楽しいかな、また分かんないことというか、新しい気づきがあるかなと思って、そう思いました。